いやあ、せつなけいすけだよ。木枯らしめぐる愛の名を続きからやっていきたいと思います。タイトルがさ、木枯らしめぐる愛の名をなのにさ、誰一人として愛を叫んでないからな。前回のあの数字、さ、みんなのいつものメンバーが集まるところがさ、常は集まらんかって、じゃあ様子を見ようってハルヒトくんとタクマがあの常の家のところに来たっていうんで、常の家がそうここに山にあるからな、山にあるけんこういう風景になってます。そういう状態です。その道は鳴らされてはいるものの、周囲には木々が生い茂っている。毎回思うけどよ、常さん家は偏僻なところにあんだな。こんなところに寺作って来るやついんのかよ。佐向家は代々続く由緒正しき寺だ。最初は町の中心近くにあったみたいだけれど、いつかの代で山の中に建て直したらしい。わざわざ山の中に行ったの。確かにこんな登山道みたいな感じだとお年寄りにはきつそうだね。ハリトは相変わらず山道歩くのは慣れてんのな。そういや昔からよく山登り行ってたもんな。親が山好きだから、いろんな山に連れ回されてるだけだからね。そうなんじゃ。そのおかげで山道でも自然に歩けるようになったし、何より山が好きになった。ほう、いつもなら先立って前を行くタクマだけれど、山道では俺が前を歩くことが多かったっけ。それにしちゃ、肉体の方はひょろいよね。む、足腰だけは自信があるんだよ、これでも。そんなら上半身も鍛えとけ。それじゃあ惚れた女も守ってやれねえぞ。たくま、ワンピースのサンジって逆出してるか。足技で戦うコックだぞ。手は使わないんだぞ。そう考えたら下半身で戦えるぞ。たくまは鍛えすぎなんだって。ああ、俺はトラブルに愛されてんからな。自慢じゃないぞ。それに守ってやらねえといけねえやつもいるからよ。え、もしかして彼女でもできたの？バカ、お前らのことに決まってんだろうが。え、タクマちょっと待って、僕のことを彼女として見てるの？え、ごめん、お、僕そういう気ないから。え、やめてタクマ。あ、なんだ。ほう、タムらしいよ。ほう、まあな、だからいつだって頼ってくれていいんだぜ。タクマが誇らしげに笑顔を浮かべる。タクマは一見ガラガラ悪く見えるけど、面倒見のいい頼れる飽きに気分だ。強さを求めるのは自分のためではなく、いつも誰かを何かを守るためだと言っている黒崎一護や。考え方が黒崎一護やな。何かを守るために戦う。向こうに行ってからも山には登ってたのか。そうだね、年に数回はどっころかしらに登りに行ったよ。実は何回か日本にも来てたんだけど、山だけ登ってすぐ帰っちゃってさ。なんだよなんだよ、そのくせこっちには顔も一回も顔を出さなかったくせによ。マナカもしずくもセリカもおまけに強さでも随分寂しがってたぜ。ごめん、なかなか機会が作れなくて。バカ野郎、真面目に謝るんじゃねえよ。またしてもバシッと背中を戦える。この戦えることで何度骨を折りそうになったことが。あっ、照れ隠しにしては勢いが。ちょっと涙目になりそうなのをこらえながら振り向くと、たくまが満面の笑顔を向けていた。そんな顔で見るんじゃないよ、惚れるだろ。そういや、お前が戻ってきてから二人で話すのは初めてだよな。そうだね、いつも慌ただしくしてるもんね。んだな、まあ俺にもいろいろあってよ。とにかくこうしてまた戻ってきたことだし、これからも楽しく行こうぜ。ありがとう、たくま。でもお前が楽しくって言ったらなんか犯罪につながりそうな気がする。慌ただしいような、そんな感じがする。水くせえこと言ってんじゃねえ。
それ水くせえ、ちょっと水くせえことを言い出したらさ、どんどん背中にダメージが負っていって、そろそろ背中の骨折れるんちゃうかな、大丈夫かな。もうそろそろ常の家が、常の家がってな、常の家がもう見えてくることだ。ふう、久しぶりだとさすがにきついな。の場合には全然きつそうに見えねえぞ。感覚そうそう空いていないけれど、たくまもそれなりにしんどそうな顔で歩いている。というより飽きてきてる。つうか常さだって毎日この道を通ってるんだよな。そんならお前より足腰鍛えられてんじゃねえの。確かに言われてみればそうだ。それなりの距離も傾斜もあるし、毎日往復してたら相当こたえるはず。やばい、登山部レベルに山登ってんじゃないのか常さだ。今度常の足をじっくり観察してみようか。やめろお前。男の子の足に興味持つ男の子だけど、やめろお前。春人くん、そういうフェチはやめといた方がいいよ。ホモにフェチを組み合わせたらさ、えらいものができてるねそれ。 1+1 は数百倍にいいか。稲妻イレブンのエンディングオープニングテーマかこれ。すまん、俺にはそういう趣味はねえからパスだわ。え、ホモではあってもさ、足フェチではないんだな。たくまどっちも変態だよ。何この屈辱感。ふほトリオ。おっと、お坊さんが戦っている。その時道の外れの方から不審な声が聞こえてくる。お坊さんが修行でもしてんのかな。え、なんか人の声がだな。しかもこれは何かと戦っている気がするぜ。こんな山の中で楽しそうな匂いがしてきた。お前こういうの好きだな。楽しそうではないと思うけど。さっきまでのへばり方が嘘のように一瞬で元気を取り戻すタグマ。行ってみようぜ春人。ちょっと待って。返事を待たずタグマは声のする方へ走り出した。俺も後を追い、草木をかき分けながら茂みの奥へと進む。開けた場所に着くと、そこにはあれ、バリバリ元気じゃん常さだ。てか何してんの。え、こんにゃくをひもにたら、ええ、ひもにこんにゃくつけて垂らして何かしてるなこれ。何、こんにゃく嫌いなん克服しようとしてんの。常が木からぶら下げた仕掛けのようなものに向かって叫びながら叩いて叫たりしている。常なんなん、挽回でも得しようとしてるの、なんなん。何してんだあいつ、ここにも変態がいたか。謎の行為にしばらく呆然としてしまう。するとこちらに気づいた常が振り向いた。こんにゃく食い競争の練習。こんにゃく食い競争って斬新やな、パンじゃないやな。いやー食いにくそう、プルンプルンして食いにくそう。口の中味噌の味で広がってさ、喉乾いた状態でゴールしなあかんのじゃ、過酷やな。でも面白そうだな。えっ、ホールにタクちゃんじゃないか、こんなところで何してるんだ。こっちのセリフだよ。あ、お前全く同じようなセリフで言うた。それはこっちのセリフだよ。集合場所に来てなかったから様子を見に来たんだ。え、もうそんな時間だったのか。時間も忘れるぐらいそれに夢中だったのか。お前どんだけこんにゃく苦手なんだよ。お前はここで一体何してんだ。柄にもなく鍛錬なんてするんなら俺が相手してやるのによ。いや、たくも相手に鍛錬しようってらさ、もう天国を見に行くことになるから。タケマが楽しそうに肩を鳴らす。鍛錬なのこれ。いや、今演劇の台本書いてるっしょ。うんうん。どうしても一箇所イメージが湧かないシーンがあったからさ。なんだい、女の子のシャワーシーン。自分で体験したら何か掴めるんじゃないかと思って実践してた。常はそう言いながら木片を弾こうとして自然に空振る。なるほど。ちなみにそのぶら下がっているのはこれか。これはモンスターだな。
モンスターっていうか、まあ化け物と戦うシーンがあるんだけど、リアルに対したらどう動けばいいのかなーって。一体どの内容の台本を書いてるんだろうか。この中で少しだけ不安に感じてしまう。これで甲冑着とんだろ。甲冑着てモンスターって RPG の世界なのかな。必死になる強さだなんてよ、珍しいもん見れたぜ。よし、それ俺にもやらせろよ。面白そうじゃねえか。おっと、興味本位でさ、何でも突っかかるタクマくん。さあ、どうなる。タクマが指を鳴らしながら仕掛けへと近づく。よく見とけ、バケモンが相手の時はな、こうだ。突然タクマが青いそうみたいなことを言い出したんやけど、百獣の王シミュレーターみたいな感じになったよ。うれガラ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 。タグマが拳をぶつけると仕掛けは文字通りコッパみじんになった。んだよ、一発で壊れちまったじゃねえか。立ちすぎんぞ、つねさだ。いや、だってこんにゃくだもん。これだ、どれだよ。つねさだが何かひらめたように目を見開く。うわ、どうして。ありがとう、タクちゃん。それだよ、今の描写が欲しかったんだよ。今ので完全にピンときた。頭に焼き付いてるうちに書き起こしてくる。あ、よくわかんねえけど、頑張れよ。そう言い残し、スネは颯爽と走り去っていく。あれ、スネ、学校は何だったんだ。相変わらずあいつはわけわかんねえな。たくま、確かにわけわかんねえな。あはははは。たくまがケラケラと笑う。まあ心配ないことは分かったし、とりあえず学校に戻ろうか。大丈夫、つねさだはもともとあんなバカだから。だんだ、飯の前に戻んねえと。来たい意味があったのかなかったのか疑問に残るまま、俺たちは道を引き返した。まあ無事で何を言ってやる。常が登校しないまま、俺たちは午後のホームルームを迎えていた。学園祭の準備を進めているのだが、そろそろ台本が上がらないとストップしてしまう状況になってきている。お、常田だ、頑張れ。納期が近いぞ。常田だ、なかなか来ないね。そうだね、まだ書いてるのかな。やっぱりこんな短期間じゃ無理があったのだろうか。それにしてもイメージ作りのために山で体を動かして実践なんて、スネサダらしくて可愛いよね。え、可愛いらしいかな。え、可愛いし、え、なんて読むこれ。可愛いじゃないな、可愛いらしいかな。マラカちゃん、ちょっとスネサダを可愛いらしいと思い始めとるってことはさ、ちょっとはやばいぞ。スネサダに毒されてきとるぞ。大丈夫か、やめとけ。マラカがクスクスと笑う。全く理解に苦しむわ。学校に戻った後、村方たちも常のことは説明しておいた。とはいえ立ち会った俺も拓馬をよくわからないままに帰ってきたんだけれど、まあ常定はあんな変なやつだから、まあ今更なんだけどな。はっ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 は。その時勢いよく教室の扉が歩く開く。え、隣の学校のやつらが、不良がこの学校にやってきた。ではなかったですね、そうだったわ。お待たせー、つね。おお、来た来た。だよ、持ってきた。大丈夫かつね。5日間ぐらい寝てないような顔してるぞお前。若干目つきがエイリアンみたいになってるから。できたんだ。てか息切れすぎると大丈夫？肩どころか全身で呼吸している。早く読んでほしくてさ、走ってきた。さすがツネスだ、よくやりきったね。ようやくキャスティングに入れそうね。ツネが一冊のノートを机の上に置く。え、ツネ、もしかしてこれデスノートじゃないだろうね。
デスノートっぽいような色が出てきた、これ。これ、書いてある文字が違ってデスノートっぽい色のが出てきましたけど、これ。ちょっと。これ名前書いてりゃ死んだりせんだろうな。大丈夫っすね、そうだ。なんて読むこれ。鬼と式。かっこかり。台本。鬼と式。昔話。結局ボリュームがあるんだね。超大作だ。一ページ目にあらすじと登場人物が書いてあるから、まずはそこを見てくれれば。ありがとうね、すいません。なんかあったら台本に書いといて、後で読むから。そう言うと常はフラフラと教室から出て行こうとする。大丈夫か、常さんだ。お前はもういい、休んどけ。てか学校来るな、お前。あれ、どこへ。ちょっと保健室で寝てくる。うん、そうしとった方がいいわ。なんならユナ先生呼ぼうか、癒しになるぞ。そう。そのまま足を止めることなく出て行ってしまった。行っちゃった。大丈夫よ、よくあることだし。よくあるんだ。そうなんじゃ。まあセリカ様がそう言うんだったらよくあるってことにしときます。それよりもなんか早速読み合わせしてみましょう。そうだね。おっと来たぞ。スネスがどんなセンスを持ち主かってか、これでわかるんじゃ。これでさ、セリフ3回ぐらい読んだ、3分読んだだけでさ、セリカがさ、キャッカーみたいなこと言うたらさ、笑うな。あんだけ頑張ったのに。みんなちょっとごめん、スネスが台本持ってきてくれたら聞いてもらえる。マラカの呼びかけにクラスのみんなは席につき始める。まずはあらすじを読むからね。おお、雰囲気出てるね、これ。舞台は千年以上昔の日本。地方を治める貴族の任により神道を作るため未開の地へやってきた開拓藩の話。2年の時を経て町は人々が住み始めるまでに変わっていった。おっと、言い出たし。しかし仲間内では徐々に亀裂が生まれ、町の権力をめぐって確執がにじみ出す。女の子や。そんな中、記憶を失った一人の少女が現れる。余裕のないその少女を開拓藩の一人が面倒を見ることになった。少女はその仲間たちと触れ合い、少しずつ人間らしさを得ていく。亀裂の入った仲間たちもまたその少女の純粋さをきっかけに関係を取り戻しつつあった。しかし、あ、鬼が出てきた。これが鬼か。幸せな日々が続くかと思われたその町に突如異形の怪物が現れる。めっちゃマッチョや。この鬼めっちゃマッチョやんけ、これ。ムキムキムキってなっとるよ、これ。抗うことのできない巨大な力に町はなすすべなく崩れていく。人々を、町を、大切なものを守るため彼らと少女は、なかなかいい話しちゃうん、これ。でもセリカさん、セリカ様、ちょっとイマイチみたいな顔してるよ。ちょっとやめてあげて。ツエサダがさ、頑張って書いてさ、今保健室でさ、ぐったり倒れとるとこだけど、その顔やめてあげて。ツネサダ、あんたその程度なのみたいな顔やめてあげて、かわいそうやけん。どうかな。結末まであらすじを読み終えると、マラカが少し不安そうに感想を求める。サコ君らしいわね。だな、すげえ中肉臭いし。でも俺こういうの好きだわ。やるからにはこれぐらいコテコテの方がいいのね。意外と人と人の関係をちゃんと描いてるのよね。私もヒロインにどんどん感情移入しちゃったよ。思い思いの感想が上がるけれど、後ろ向きな考えはないようだった。かくいう俺自身もこんなにそれっぽい台本が上がってきたことに驚いている。おう、つえさだ、お前
見とるか。みんなが結構お前のことを評価してるぞ。よかったな。それじゃあ細かいところは練習の中で調整するとして、ひとまず台本はこれで大丈夫かな。問題ないわ。バリバリ演劇女子で成り立ちそうなレベルやもんな。ほやな、初見ラスやな。今回初見さんが多いな。今回クラスに拍手の音が響き渡る。ありがとう。じゃあこれでいくよ。さて台本も上がったことだし、このまま配役も決めちゃおっか。女の子がおる出てくるって言おったな。メインキャラクターに女の子がおるって言おったけどさ、セリカちゃんはどっちかやったら女の子っていうよりは女の人っていうぐらいちょっと宇都宮東京あんま向いてない気がするんよな。誰だこの主役級の女の子の役やるんて。マラカが登場人物のページをめくる。主人公とヒロインがいて、あと脇役も合わせて10人くらいは客室が必要かな。まずはメインの2人から決めたいけど、我こそはって人いる？こういう聞かれ方してさ、はいはいってなかなか出にくいもんよな。でさ、中途半端な人間がさ、はいはいって出てきてさ、もう空気がどんどん死んでいく様を俺はさ、人生で何回経験したことかわかるか。俺小さい頃結構主役に憧れとったタイプやけんな。はいはいって言ってさ、みんなのさ、クラスメイトのさ、空気がどんどん死んでいく瞬間をさ、俺は何回も体験したことがあるぞ。結構感受性高いタイプだからな俺は。投げかけるのもものの手は上がらない。マナカ、みんなまだ聞いたばかりだから具体的にイメージがつかないんじゃない。違います、セリカさん。セリカさんは違いますよ。我こそはって言われてさ、はいはいって出てきたらさ、え、何やあいつ、何でしゃばりみたいな感じで見られるか嫌なんだよ。佐藤くんの思惑もあるだろうし、とりあえず全員に台本を配ってそれぞれ読んでくるってことにしたらどう？おお、確かにそうだね。さすがセリカ。セリカの最も主な指示にマナカが感心したように声を上げる。それじゃあ台本コピーしてくるから、今日はみんなガッツリ読んでこよう。早い。マナカ。やべえ、今ちょっとマナカファントムっていう技を見たような気がする。マナカファントム。多分新発売の辛いラーメンが出たらさ、このマナカファントムはいつも登場するのであろう。ラーメン屋に急げマナカちゃん。そう言いながらダッシュで教室から出ていくマナカ。ちょっとこの時間はどうするの。セリカが呼びかけるが、すでにマナカの姿はなかった。やばい、質量を持った残像を作り出した。ガンダム F91 だよ、ここまで来たら。なんとー、翌日本当になりませんかったわ。マナカちゃんがマナカファントムを使ってどっかダッシュしていたせいでさ、工事間無駄になった。多分みんなさ、腕相撲大会とかしよったんだろうなこの時間。監督がおらんけ、誰もすることないけ、腕相撲大会しようぜ、トーナメント表を作るなみたいな感じで。ちなみに優勝したのはセリカさん。さあみんな、今日は早く決めていくよ。教室内に今日もモナカの元気な声が響く。それさた、改めて台本ありがとうね。好評だったよ。おう、そうか。うん、それさたの台本、クラスでは人気だったけれど、ネットの自作小説のところに投稿したら、めっちゃ低評価ついた。ごめんね、低ペロ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 。露骨に照れている。みんなに認められたのがよほど嬉しかったのだろう。というわけで、昨日みんなには台本を呼び込んできてもらったんだけど、役のイメージはついたかな？メインの2人から再会したんだけど、やってみたい人はいる？そう言って教室内を見渡すマナカ。しかし昨日と同じく手を挙げる生徒はいなかった。やっぱりや。いやー、その役、その2人のメインキャラクターの役がさ、どんなキャラかっていうんでさ、わからんけん手を挙げれんのじゃなくてさ、やっぱここで出しゃばったらさ、変な目で見られるっていう、そういう気持ちがあるんだろう。わかるぞ俺には。うーん、誰もいないか。はーと試し気をつき、マラクが肩を落とす。
ツネが何か言おうとしたとき、この後ツネさ、ちょっとトイレ行ってきていいとか言うたら殴るけんだ、空気読めって感じで。というか、昨日も思ったんだけどさ、なんかこの主人公白井っぽいなって気がしなかった。え？突然呼ばれた自分の名前に思わず声を上げてしまう。あ、それ私も思った。主人公が仲間を説得してる時と、この間白井くんが演劇をした時の感じがすごく似てて。そう言われれば確かに主人公の性格というか物の言い方がおいと似ているような気もした。おいおい春人くん、自分主人公ですよアピールちょっと入れてくる、やめて。ちょっと自意識過剰もいいとこだぜ。正義感とリーダーシップにあふれるところは疑問に思うところではあるけど。あれ、みんなも思ってたんだね。え、もなかちゃんも。佐藤くん、これ白井くんをイメージしているわよね。クラスのみんなに指摘され、常は一瞬ギクッとたじろいだ。え、マジで。ふ、どうやらみんなも気づいたようだな。そうなんだよ。なんか書いてるうちにさ、この間の春が自然に主人公にトレースしたというか、途中からもうこの人ハウだと思って書いてたし。あ、常さだ、やめて。僕のことを想像するしながら小説書くのやめて。え、常さだもたくまと同じくホモのタイプ、やめて。僕をその道に引っ張り出す、やめて。それはどうかと思う。ということでさ、やりたいやつがいないなら俺は白井にお願いできないかなって思うんだけど。ちょっと照れるな。僕のこと主人公だなんて照れるな。みんなそれはちょっと言い過ぎだよ、照れるな。まんざでもないじゃないか。ええんじゃないかしら。白井くんの意見で演劇に決まったようなものだし、主役を張るくらいしてもらわないとね。ちょっとセリカ様、そういうさ上からの目で見るのやめてもらえませんか。ちょっと M の心はうずきます。ハリトはどう思うの。正直俺も台本を読んでいて、すんなり主人公に感情移入していたことは自覚している。でもそれと役を演じるのとは別の話だと思う。俺が考え込んでいると、モナカはみんなに呼びかけるように続けた。私は出来役かどうかは二の次でいいと思ってる。大切なのは春人がやりたいかどうかだよね。モナカの言葉にクラスのみんなもうなずいている。いいこと言うなモナカちゃん。こういうことがとっさに出てくるけん、リーダーシップとしてカリスマ性があるんだろうな。自分がやりたいかどうかが、俺はやってみたい。せっかくこのクラスに来てみんなと一緒に何かをする最初の機会だもんね。だったら俺も全力で楽しみしたいし、みんなにも全力で楽しんでほしいから、やるよ。自分の気持ちをはっきりと言った。やったー。そう、クラクちゃん春じゃない。自分でそう書いておいてよく言うわね。セリカ、演劇指導よろしくね。ええ、容赦はしないから。そのつもりで。やばい、セリカ様がそんなこと言うんだからさ、一回ちょっとセリフ噛んだだけでさ、無知で芝居できそうなんやけど。ハリヒト君がどんどん M に目覚めていくんじゃないかっていう今後の将来が不安である。よし、じゃあ次はヒロインだね。こっちはどうしよっか。いや、せっかく演劇指導するんだったらさ、セリカ様やってほしいな。セリカ様、セリカ様やってほしいな。セリカ様。え、何言ってんのモナカ。ヒロインはモナカがやるんじゃないの。じゃなくて俺もハスミがやるもんだと思ってたんだけど。主役が白井くんでモナカが何もしないってのはね。見渡すと誰もキョトンとした顔でモナカを見ていた。あ、やべえ、これみんなから高2のカップルだと思われてる。しめしめ。ちなみに俺もなんとなくそんな気はしていた。私はそんなことを一言も。
マナか。何をらしくない遠慮してるの。セリカ、佐藤君の顔を見てみて。背の方へ目を向ける。はい、うん、マナカをイメージした。素手さだ、グッジョブ。ハルヒト君とマナカちゃんを自然とくっつける援護、グッジョブ。苦笑いを浮かべるツネを見て、周りのみんなも顔も若干緩んだ。マナカ、大事なのは自分の気持ちだよね。ハルヒト。マナカは静かに目を閉じると、強い眼差しで決意をあらわにした。うん、みんな、私やりたい。ただし、何？え、前、まあ、成果じゃちょっと釘を刺すような言葉使うやめて。監督衣装との両立は簡単じゃないと思うけど、分かっているのね。わ、やばい。演劇の本当にガチの人みたいな感じになってる。大丈夫、任せて。それじゃあみんなよろしくお願いします。頑張るね。なんとなくこうなっていることは予想していた。だが本当になるとは思わなかった。あとセリカ様は、愛しのセリカ様はどの役をやるんだろうか。まさかここまで来てエキストラやるとか言い出すんじゃないだろうな。おいおい、お前ミスフライハイトはどうなった。さてメインは決まったから続けて。はい、私女子役をやりたい。俺は鬼役しか受け付けないぞ。ふっくっく、術師は我以外に任せられないな。マラカが話し終わる前に次々と希望が上がっていく。メインの時との違いに俺もラカも一瞬飽きに取られてしまった。そうなんだよ、大体この世の9割あたりがさ、浮気役に甘んじるタイプなんだよ。どうやらそれほどみんなのメインに対する気持ちは同じだったようだ。気づいていなかったのは当の俺たちだけだったみたいだ。壇上のモナカも目の前にお互い同じような表情で笑う。ちょっとモナカ聞いてる？あ、ごめんごめん。よーし、バシバシ決めていくよ。そしてそのままその日のうちに全ての配役が決まっていった。いいやん、なんかいいやん。これやべえ、小暮らし巡る愛の名をの愛の名をってさ、え、愛の叫ぶってさ、もしかして演劇の途中でさ、アドリブでさ、マナカ好きだみたいな感じになるんじゃないかな。え、あ、ハルヒト、私もハルヒトのことが好きみたいな感じになるんじゃないの。やべえ、愛の名をって、え、ここでもしかして演劇で出てくるか。え、もしかしてラブストーリー始まるかな、途中から文化祭を境に。よっしゃ、ちょっといい感じで話が進んでいったところで今回終わるわ。いいなこのゲーム、なんかさ青春を感じるわ。俺もこんな青春をやりたかったわ。よっしゃ、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回はどうなるんだろうな。台本や配役決まった件、次はちょっと準備とか演劇指導入るんかな、セリカ様の。ミスフライハイト代表候補生セリカ様の演劇指導みたいな感じの回になるのかな。まだわからん、わからんけど、まあ次回を楽しみにしておいてください。というわけで皆さん、仕上げ。肝心の演劇の主役が決まって結構順調に進んでますね、文化祭の準備。これさ、主役級のキャラクターをマナカちゃんがやってさ、他の役割とかも同時にこなすって大丈夫なんかな。今こそクラスの団結力を見せる時なんじゃないのか。